本当はもうちょっと部屋取りとか増やしたいんやけどね、うん、逆にこの方式効率が良すぎて、この前の名鉄ターミナル、あの動画になって全40回、はい、40本撮りだもんね。うん、なんかこの間あげたやつで、うん、なんかネカフェでひたすらおっさんが寝てる絵面を 0.1 倍。あれ見たの？見たよ。ダメじゃん。あれ見たよ。あれダメじゃん。見たらダメ。予告動画まで作ったのにさ。なんかちゃんとテロップでも見ないでくださいって書いてあったけど見ちゃっても。うん、で、あの、いつ起きるかなってあのさ、ちょっとあの、スタのシークバーで、あの起きる瞬間を見たよ。シークバーいじるとどうも、あの、再生回数がちょっとたまに変動するっぽいな。あ、そうなの。あの、シークバーでポンって飛んだ時に、新しく再生が入ったみたいにカウントしちゃう時あるみたいで。あのネカフェの何あれは、いつの時のやつなの？あれはいつ撮ったんだっけな。ネカフェのやつは、あ、そうだ。あれは、あの時、やっと見た帰りだ。に、これ、正月。今年の正月に、シアさんと会っとって、うん、で、シアさんに会って、渡すもんがあったんや。うん、正月に渡すもんがあったもんで、それ持ってこうって言っとったのに、元旦にそれ持ってくの忘れとって。うん、で、あの、さすがにそれ、あの、こっちの完全に店やったもんで、うん。お店やったから、あ、ごめんって言って、もう、あの、次、明日持ってくるわって言って、二日にもう一回、シアさん家に行って、渡してきて、はいよって渡してきて、で、その帰りに、あの、雇み駅だけ寄ってきて、動画の収録で、あの、最悪、その、名鉄のやつで、最後、雇みだけ寄れやんかったんや。事情あって。東名古屋港駅の夜に着いたのかもう夜の8時とかやったから、うん、やばかったよ夜の東名古屋港駅。東名古屋港駅知らんな。あのなんかあるとこだよね。なんかあるとこ、うん、なんかポートボネットのなんかそんな花公園だっけか。いや、公園だっていうものはない。工場だ。あ、あの完全工場の中やからね、本当に。あの、あれね、公衆輸送とかされる車両が行くっていうので有名なとこだな。あ、そう、ちゃんと旅客扱いしてるんだね。わかんないんだけど。やってるけど、ただ、あの、終電が夕方5時とか。ああ。うん。そんな世界やから、東電もそんな時間に走ってるわけでもなく、だから大井駅から歩いてさ、行って帰ってきてとかやってて、そしたらやっぱ雇みで途中で降りねえと。うん。でしかもあのとその時にあの桑名の床割り切符、うん、あの近鉄の、はいはい、名古屋の往復の、うん、あれを買ったもんで、うん、余計降りれんと、うん、雇みで、うん、あ、しまったな。でしかも JR 側や、うん、JR の方で行っとったらな、パッと降りて構内やからな、パッと見てとかっていうのもできたけど、だね、雇みだけはまあ前に行っとったもんで、別の企画で、あの、一宮から、あの、雇み経由で、あの、四日市に帰ってくるっていうルートをやったことがあったもんで、その時に雇み駅移しとるから、割愛しとってんやけど、さすがにな、全部の端っこの駅行きますよって言っとって、なんもなしはなと思っとったら、それがあったもんで、あ、じゃあ、まあ、ほえで、まあ、あ、ちょうど通り道になるやん、うん、位置的に。うん、あのどことは言えんであれやけど、うん、うん、だもんで、ちょうどいいとこやから、鞘駅まで行って、鞘から電車に乗って、雇、う、み、ん、まで行って、うんうん、いうのをやって、うん、で、その帰り道の模様です。もう自宅に帰らんと、あの、対馬の海岸だっけ。いや、あれ、川越。あ、川越の海岸。川越の海岸、うん、までは行ってる。うん、わざわざそこで一夜明かしたの？いや、一夜明かしてないよ。あ、そうなんだ。本当にだから、あの、疲れたもんで、うん、ちょっと休憩取ってて、うん、休憩とか、まあ、仮眠やね、うんうん。そんなことをやってましたよ。
そう、あれはあの企画的には再生数ゼロを目指すっていうので、ただ再生数ゼロを目指す動画って言って、まあね、その何って言って、いわゆる世界に一つだけの花みたいにナンバーワンじゃなくてもいいって言いながらナンバーワンを狙うっていう狡猾な動画ではなくて、逆に今のうちでしか本当のゼロって狙えないんちゃうかなと思って、本当にガチでゼロを狙いに行くための動画を作ってみて。かあれやったんやけど、なぜか普段の動画の倍再生入ってんねん。どういうこっちゃって、やっぱ長い動画とかええかなと思いながらな。本当に通信費の無駄だよね。まあ、こっちもこっちで元データがすっげえでっけえしさ、誰も得しなかったやん動画。全然再生入っちゃったからな。いや、だったらもうあれツイッターに投稿しちゃダメじゃん。ツイッターにあれ上げちゃダメじゃん。あれ上げなかったっけ？そっか、あのね、ツイッターは RSS で自動で飛ぶんだわ。あ、そうなんだ。投稿したらもう自動に上がっちゃう。ああ、そうだ。なんだで上がっちゃったんだわ。だからツイッターの方に踏んでさ。なんでそれにかけて踏むんだよ。それにかけて踏んだの。であれは検証結果の方で失敗、で、まあ、次の生放送で多分言うと思うけど検証失敗ということで。でもさ、タイトルで確かね、やっぱりその Twitter の上がった、ね、タイトルでもなんか、なんだこの動画っていう方がやっぱ押したくなるんだよね。でもその場合だと、で要は検索に引っかからないように、もうわけのわからん記号にしといて。あ、そうだ、あの変な、記号だらけの、あんた踏みたくなるやん。踏みたくなるか。これからもう全部記号にしようかな。そうだ、もうマイリトルラバーのアリスみたいな感じでさ。知らんか。わかんないよ。あ、マイリトルラバーでしょ。代表曲わかるよ。あいつ、アリスって代表曲やと思うけどな。あれ、デスティニーとか有名か。かな。あなたを感じたならって、この曲。重みがもっと。マイリトルラバーで思い出すのがあれだな。何？なんか、その手伸ばして。ああ、そうか、そうだな。あれしかわかんないけど。あ、そっか。まあ、他の曲も聴いたらね、わかるんだろうけど。マイラバはね、俺アルバム買ってたからね。実はマイラバ好きなんよ。当時ね、マイラバがトイズファクトリーやってん。で、トイズファクトリーのアルバムって、普通のアルバムケースよりちょっとでかいよね。なもんで、CD コーナーに行くと、ミスチルとマイラバだけ、ピュンってちょっと飛び出て見えるんよ。ミスチルもトイズファクトリーで。だもんで、ミスチルとマイリトルラバーのアルバムは、自分の CD のとこに並べといても、ピュンってするから目立つんよ。で、ついついピュッと手に取って、かけて聴くっていう。マイラバーは聞いたね。マイラバのアリス、何がマイラバのアリスって話になったんだっけ。ああ、記号記号。マイラバのアリスの2番のサビのところが、にあるんよ、そういう。そういう。なんか歌詞サイトみたいなところで見たらわかると思うけど、あんな感じでわけのわからん記号がパッと入るっていう。まあ、もしこの中に、視聴者様の中にマイドラマしてる人がおったら、あーってなっとる。学生時代ってどの辺り聞いとった？学生時代は一緒じゃないからね、ここは。割と普通に J-POP は聞いてたとこ、2000年頃までの。まあ、うちらの頃って、言うてやっぱ結局、共通で聞く音楽ってのがあったもんね、まだギリギリ。あれ結局やっぱ、坪井のりおさんが言っとったのになるほどなと思ったけど、いわゆるイヤホンで聞くようになって、iPod とかが普及してきて、
それぞれがそれぞれの音楽を楽しめるようになってから、うん、みんなが聴く音楽っていうのはなくなったよねって。ああ、そうだね。で、昔はスピーカーやってやん、うん、スピーカーの時って、嫌がおうでも耳に入ってくるやん、うんうん、だから、なんかわからんけどテレビとかつけとったらね、その子供が見とったりして、なんか流れとるなって言って、うん、なんやかんや、その音楽なんかちらっと聞いたことあるなとかっていうのが生まれるんやけど、うん、あれがまずウォークマンが生まれたことによってイヤホンになってて、そうだ、もう一人一人が聞く時代だね。そうするとその人が聴いてる音楽って一切聞こえてこないんや、うん、っていうところからさらに iPod とかでもうそれぞれの好きな人のジャンルに特化していくようになって、うんうん、だからあその業界では有名な音楽っていうのが他のところに行くと全く分からんかったりするやん、うん、まあ、うちらでも声優さんの音楽とかさ、うちらは声優さんの音楽、まあ、あでも俺はあんま聞かなくなってるからね、うん、まあある程度は、ね、うん、分かるけど、うん、確かにでもね、あの欅坂46の曲とかはもう全然分からんやろ、結局分かんないよね、うんうん、俺も全然分からん、そうそう、どれも同じ聞こえるし、うん、やべえな、今のところカットしといた方がいいと思う。と思う。なんか普通に結構具体的な名前言っちゃったしね。うん、あのね、そのチラッと SKE とかも、うん、あその特に SKE ぐらいまでやったら、乃木坂とかまでやったら、うん、あのカラオケ屋さんにいたから、うんうん、多少ちょっと聞こえては来てたのよ。うんうん、で。チラッと聞いとって思ったのは、基本的にいわゆるあのアニソンとかの方と真逆だよね。ザ万人受けないよね。あ、そうなの。あのだからね、なぜだろう、曲を聞いとって思うのは、もうココイチのカレーなんよ。はい。いや、ココイチのカレーを悪く言いたいわけじゃないよ、これ、うん。うん。ちょっと誤解がないように言っとくと。うん。ココイチのカレーなんよ。だから、誰が食べてもまずくはないよねっていう感じには作ってあるんよ。うん、その上で、トッピングとかでちょっと遊んどる感じだよ、うん。それで、こんなすごいカレーですよって感じで売ってる感じだ、うん。うん。でも、実際のところ食べてみると、まあ、普通のカレーやな、うん。で、ってなるけど、食べた時にうわまずっとはならんように無駄に作っとる、その代わり例えば歌詞のワンフレーズのところとかであのスパイス的なものを入れてそれに打っとる感じだよ、で、あとはその入れるスパイスをちょっと変えてます、言葉尻を変えてますっていう感じやから、であとはまあ戦略としてはだから本当に無味無臭な感じ、改めて歌詞を改めて見直してみると何のことも言ってないとか、はいはい、うん、なんとなく淡く主観が男性主観になっとって、うん、なんとなく青春っぽい感じかなーっていう感じなんやけど、具体的に何か突っ込んだような発言は一切してない感じなんよ。無味無臭だよ。いや、ある意味これすごいよ。うん。何かしら味付けがついちゃうから、普通。うん。それが、いわゆる、秋元さん作る曲の特徴ではあると思う。多分、おにゃんこからそうだわ。うん。だってセーラー服を抜かさないでって、セーラー服を抜かさないでってね、はい、うん、って言うとなんかそれっぽい感じに聞こえるけど、それだけや、うん、本当にそれだけやっていう、うん、だって一回何の曲だったっけな、 SKE の曲で、うん、僕だいぶ昔の曲なんやけど、うん、僕らのユリイカっていう曲があったんや、うん、あれなんてもう本当歌詞無味無臭のゴンゲだったもんな、うん、僕らのユリイカ、何やろ、歌詞の部分、サビの部分だけしか覚えてないけど、僕らのユリイカ発見したんだ、ずっと隠していたのに、初めての感情やったっけ。で、夏の太陽に目をそらした時か、君のことを綺麗だと思ったっていう曲ね。うん、
よくよく考えてみると、まずユリイカっていう言葉を使うことによってスパイスになってるわけよ、ドーンってね。僕らのユリイカって何やって何や、うん、やけど普通の人はそれで終わっとくやん。ユリイカって何か知っとる？わかんない。やろ、そうなんですよ。ユリイカってあれ聞くことはあるけど、いざ言われてみるとあまりよくわからん言葉やん、はい、ユリイカって英語にするとこれラテン語なんやけど、あ、ギリシャ語やったからラテン語なんやけど、ラテン系の言葉なんやけど、 I found it なんですよ。はい、だから僕らの I found it 発見したんじゃないですか。だから日本語に全部してみると僕らは発見したんだ、発見したんだ、ない、はい、どうだい、全く無味無臭だの意味がないだろ、うん、で発見した、何を発見したのかって、が初めての感情やろ、うん、はあ、何かって言ったら、夏の太陽に目を背けた時に君のことを綺麗だと思ったんだから、どうだい、何か進展してるわけでもない、はい、なんなら俺ふと思ったもんね、目を背けないと可愛いと思えない子ってそれ可愛くないんじゃねっていう。まあロジックで言うと そういう感じさ、うん、有名なとこだったら AKB やったらフライングゲットとかになってくるか、うん、もう、まあね、フライングゲットっていう言葉で、ね、フラゲっていうのでポンと、目立つかしい、あとは何を言ってるかっていうと、なんか心を捕まえるぞみたいな感じで、ふわっとした感じで、特にそこから先具体的にツッコミはないよ、はい、うん、だからアニソンでもうちらとかオーディなんかどっちかというとゲームソングとかが好きな方や、うん、でゲームソングって逆でもう絶対賛否両論分かれるだろうけど、ガツンとした味付けの曲の方のが好まれるんよ、琴子さんの曲とかさ、はい、うん、どっちかに両極端に振るやん、琴子さん、はい、電波の曲に振る時もあるし、うん、バルドシリーズとかあっちの方になったらね、あっちの方にも振るし、メッセージ性をすっげえ強く持たせるという傾向がある曲が、を好む中で言うと真逆なんよね。うん、